Hey guys, I'm Jin, どうも、ようじんです。はい。こちらのチャンネルが、チャンネル登録者数3000人を超えました。どうもありがとうございます。はい。もう一個のチャンネルの方は、もうだいぶ前にね、もう3000人は全然超えてて、今9000人とかですかね。はい。の方が登録してくださってるんですけれども、こっちのチャンネルがね、本来メインチャンネルで、こっちをね、伸ばしていきたいっていうつもりでやってたんですけど、いつの間にかね、入れ替わっちゃって、もう一個のサブチャンだったはずのものがバーって伸びちゃって、逆転ね、しちゃったんですけど、まあ、ここ最近ね、結構こっちのチャンネルをちゃんと投稿できるようになってきたので、まあ、この調子で、こっちをね、どんどん本当は伸ばしていきたいなって感じなので、引き続きやっていこうかなと思っております。もう一個のチャンネルの方は、本当に、なんやろ、タイトル、チャンネルのタイトルにある通り、ちゃんと Vlog チャンネルとしてね、やっていきたいと思ってるので、パンツのことはね、こっちでしっかり発信していきたいと思います。はい。で、もう一個のチャンネルでは、毎回ね、やってたんですけど、あれかな、1000人とか2000人とか3000人とかごとにやってたのかな、5000人なんかね、途中からもうやらなくなっちゃったんですけど、いろいろパンツをね履くっていう感じでやってて、で、僕こっちのチャンネルはね、もう1000人2000人とかのタイミングであんまりこっちのチャンネルから僕が離れちゃってたので、全然そういうことしなくて、ちゃんとこう3000人ありがとうございますみたいな、そのありがとうございます的な動画も今回がこのチャンネルだと初めてなのであれなんですけど、まあ、いろいろね、こう、セクシーなパンツをせっかくだったらいつも履かないような、YouTube に規制されちゃいそうな感じの、こういうやつをまあ、履いていこうかなと思っています。はい。まあ、こういう時ぐらいはね、まあ、収益がつかない可能性も大いにあるんですけど、まあ、それでもね、記念なんで、はい。履いていこうかなと思います。で、まずですね、まあ、オードエロ下着といえば TM ですね。これこの間インナーとしてね履いてたんですけど、まあ、これを1枚で履こうかなと。まあ、1枚ではちょっとねこう透けちゃうんで、生地が薄くて、まあ面積はこのサイズでいいんですけど、透けないようにさらに黒も一緒に履くっていう。黒は黒でね、これ単体全然透けちゃうんで、やっぱこう二重にしないといけないかなっていう感じで、これを重ねて履こうと思います。はい。とあとね、G by 水産。これがね、マイクロビキニ。何やったっけな？名前忘れたんですけど、ちょっと下向き収納のポーチの形になってる、結構もっこりする感じのビキニですね。はい。これも履こうかなと思います。で、最後。またね、もう一枚も TM さん、ターキーさんのものにね、なるんですけど、ちょっとポップな3色の、トリコロールカラー的な感じですかね。のビキニですね。これね、ウェットなんたらみたいな生地だったかな。うん。ちょっと濡れた感じの質感の、このね、光沢感がエロくていいんですよね。はい。これを履いていこうかなと思います。はい。じゃあ早速履いていきたいと思います。はい。では、まず、どうしようかな。徐々にね、面積を狭くしていこうかな。じゃあ、最初に、これですね。はい。まあ、白なんでね。これが一番エロい説もあるんですけど。はい、こんな感じですね。いいですね。お尻がこんな感じ。ちょっと待って、形じゃない、お尻のタブのところが、まあ、うまいこと、なってなかったな。あ、今いい感じ。はい。やっぱね、光沢がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよね。いいですね。かわいい。うん。はい。
ということで、まずは白のねトリコロールビキニでございました。じゃあ、次これはね、フロントポーチがちょっと下向きにもっこりしてる感じのやつですね。これね、その調整が、かな。はい、こんな感じですね。これもね、まあ、さっきのやつの方が光沢感は強いんですけど、これはこれでね、濡れた感じというかちょっとエナメルっぽい感じかなの光沢があってね、グロスタッチデラックスっていう素材なんですけど、いいんですよね。だから、こう、下向きと上向きでね、やっぱ印象がだいぶ変わるんですけど、こう、下向きにすると、よりこう、なんやろうな。ここら辺の面積がね、ちっちゃくなるんで、際どい感じになるのかな。はい。ちょっとね、下がね、ある程度元気じゃないと、布が余っちゃって微妙になるデザインなんですけど、まあ最近ね、僕、下向きも、割と好きになってきたのでいいかなって感じですね。はい、ということでグロスタッチデラックスのマイクロビキニでございました。じゃあラストなんですけど、まず下に黒箱かな。これね、 YouTube じゃちょっとお見せできないんですけど、面積がちっちゃすぎて、パックも大変なんですよね。これでも、あれかな？本来は下向き収納にするもんなんかな？あとね、こう。なんやろ、先端がね、でかい人は、これ、先が絞れてるから、あんまり、うまく入らないかもしれないですね。あ、あかんわ。ちょっとなんか、履いてるうちにね、元気になっちゃったんで、ちょっと、あかんわ、これ収めな。収まらないですね。いや、ちょっとね、今 YouTube じゃ映せないんですけど、もうね、ちょっと、こんな感じになっちゃって、これだと収まらないんで、全然収まらなくなっちゃった。これちょっとどうしよう。一旦これ収まるの待たな。ちょっとね、一旦収まるのを待ちます。はい、なんとかね、収まりました。収まって今履けたんですけど、まあ、まだね、YouTube は、カバーね、つけたものなんですけど、一応、ファン付け用に、こんな感じですね。黒だけだとこんな感じで、その上に、このね、ホワイト履いていきます。あ、いけたいけた。やっぱね、一枚だと、YouTube では見せられない感じの透け感になっちゃうので。あ、ちょっとね、紐のところが、黒がちらっと下のやつがね、見えちゃうかもしれないんですけど。
こんな感じですね。うん。はい。じゃあ YouTube。こんな感じですね。なんかね、光沢感が、ちょっとキラキラしますね。そう、この素材ね、薄くて、しかもこう、適当にね、キラキラ光沢感があっていいんですよね。これね、あんまりちょっと、もう、横ね、完全にお尻なんで、ここぐらいまでしかお見せできないんですけど。はい。こんな感じでございますね。はい。ということで、エロ下着をね、いろいろと履いていきました。最初の方にもね、言ったんですけど、こっちのチャンネルね、コンスタントに上げていきたいなと思っておりますので、引き続きこちらの方を見ていただけたらなと思います。なんやろ、もうちょっと凝ったこともやりたくて、単にね、商品開いて、入って終わりっていうのばっかりになると、それもやっぱ退屈だと思うので、いろいろやりたいことはあるので、はい、追ってやっていけたらなと思っております。あと、ショートですね。ショートそろそろやりたいと思ってるので、そちらも今月中には開始したいかな。うん。今月中に始めて、で、まあ、どっかからはある程度コンスタントに投げれるようにっていうのを考えてるので、はい、そんな感じで、お楽しみにしていただけたらなと思います。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.